どれにしようかな。材料あった。どれにしようかな。材料あった。まずはあれから。いや、それとも、まずはあれから。いや、それとも、うんうん、なるほど。まずはあれから。いや、それとも、まずはあれから。いや、それとも、まずはあれから。いや、それとも、ここにしよう。悪くないかも。悪くないかも。いいこと起こりそうな予感。いいこと起こりそうな予感。いいこと起こりそうな予感。これはここ。ここにしよう。どの特性にしよう。うん、なるほど。うんうん、なるほど。まずはあれから。いや、それとも、よし、始めよう。できちゃうかも。いいこと起こりそうな予感。これはここ。すごいのできちゃうかも。グルコーン、グルコーン。どの特性にしよう。これでいいかな。パパッと仕上げちゃおう。いたー。いいんじゃない。これどれにしようかな。何を作っちゃおう。材料あった。うんうん、なるほど。まずはあれから。
いや、それとも…まずはあれから…いや、それとも…うんうん、なるほど…やってみよう。うん、いい感じ。いいこと起こりそうな予感。うん、いい感じ。うん、いい感じ。いいこと起こりそうな予感。うん、いい感じ。すごいのできちゃうかも。とりあえず触れてみる？ここにしよう。これでいいかな。なるほどね。うん、いい感じ。いいこと起こりそうな予感。ここにしよう。そうなるんだ。グルコ、これでいいかな。さあ、調合開始です。素晴らしい。素晴らしい。いい調子です。いい調子です。これで、これは期待できそうですね。これは期待できそうですね。はあ、順調ですが、勝負はここから。錬金術の神王、いつか必ず。これは期待できそうですね。うむ、理論的に考えた場合、まず、うむ、理論的に考えた場合、まず、うむ、理論的に考えた場合、まず、
さて、どこから取り掛かりますか？素晴らしい。はあ、順調ですが、勝負はここから。素晴らしい。これは期待できそうですね。予想以上の反応です。これは期待できそうですね。ここにしましょう。特性はこれでいいです。最後にデッキを抜かずに完成です。レベルアップです。どれを作りましょう。材料にしましょう。さて、どこから取り掛かりますか？ふむ、理論的に考えた場合、まず取り掛かりましょう。ここにしましょう。予想以上の反応です。いい調子です。いい調子です。素晴らしい。ここにしましょう。ここにしましょう。素晴らしい。これは期待できそうですね。特性はどれにしましょう。これで最後のデッキを抜かずに完成です。会心のデッキですね。また腕が上がりました。作れるものが増えたみたい。どの道具にしましょうか。まだ頑張れるよ。
殻が溢れてくるよ。自分と向き合う時ですね。完全に得できました。俺様の番だな。どこに向かいますか？なんだか思い詰めた表情をしてるみたい。オリオスさん、どうかしたの？ああ、ソフィーか。ちょっとした悩みがあってな。いろいろ考えてたんだよ。私でよければ相談に乗るよ。力になれるかわからないけど。つまらねえ悩みさ。知っての通り、俺様は用心棒だ。それもこの世界で最も優秀で頼れる超用心棒だ。超用心棒って、まあうん、頼りになる人だよね。ああ、そのせいか当然用心棒の依頼が山ほど来る。俺以外にも同業者は結構いるってのにな。さっきも同業のやつに頼まれちまってな。こっちにも仕事を回してくれってよ。なるほど。俺様ちょっと優秀すぎるよな。そのせいで同業者に依頼がいかなくなっちまう。それを思ったらなんだか悲しくなっちまってな。だからって仕事の手を抜くわけにはいかねえ。依頼者は俺様に助けを求めてきているんだからな。けどよ、誰かを助ければ誰かが不幸になっちまう。この螺旋を止めるのは俺様の使命なんじゃねえか。それは一人の人間が抱えるには重すぎる使命だ。俺様は潰れず抱えきることができるのか。どうもソフィー。あれ、勝手に帰ってんじゃねえ。俺様の話を最後まで聞きやがれ。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。よし、ソフィー、プラフタ、いいものを持ってきてやったぜ。いいもの？手ぶらのように見えますが。そう慌てんなって、外に来てくれよ。みんな、こいつは温室栽培機だ。温室栽培？おうよ。この世界の天気が変わらないってのは知ってるだろ。それと似た感じで一定の環境で栽培できるって代物だ。言っても私たちに野菜を育てる趣味はないですよ。まあそれはそれ、これはこれだ。俺が使ったらただの野菜しか作れねえけどよ、お前らなら何か特別なものが作れんじゃねえか。そっか、
錬金術で種を作れば何かできるかも。なるほど、それは面白そうですね。すこぶる興味が湧きます。だろ、こいつもやるからよ。錬金術で種を作る参考にしてくれ。ありがとう、オリアスさん。行くんだ。どれくらい安い？どこに向かいますか？気持ちいいね。なんだか懐かしい感じがするよ。とりゃー、絡まないように取るのが難しいんだよね。私なら弱点をつけそうです。援護させてください。くりゃっ、せっ、とどめ。
じゃねえか。私なら弱点をつけそうだ。援護を決めよう。楽勝楽勝。素材だよな。てや、これなら楽勝だね。これでバッチリだよ。楽勝楽勝。まだまだ強くなるよ。力がみなぎってきた。え？なんだよ、ザクじゃねえか。行くんだ。ほら。錬金術師の目には私たちとは違ういろんなものが見えてるんだろうな。いい素材が手に入りました。最初は注意。出やがったな。私なら弱点をつけそうです。援護させてください。これでいっけー。ふりゃっ。せっ。これで終わり。当たれ。すよ。そらそらする。手加減したつもりなんだがな。少し強くなれた気がします。するからどこに行っても鉱石は需要あるんだよね。えい、えい、あった発見。これでいいんだよね。てや、鉱石ね。ダメだわ、あかんねえ。普通の石ころにしか見えねえわ。えい。お、これって素材だよな。難しいです。ザク。
クッとザクッと。綺麗な花には申し訳ありませんが、錬金術のためです。ごめんなさい。えい、ザクッと。てや、植物は生き物だからね。丁寧に丁寧にっと。と、てや、みっけ。蜂には申し訳ないけど、みんなの家使わせてもらうね。木の実は素材としてだけじゃなくて、どこ行く、どこ行く、小腹が空いた時にもいいんだよね。と、えい、結構重いですね。無事に持って帰れるでしょうか。えい、みんな、ガキ厳禁だよ。本当にダメだからね。みっけ、そうね。花なんてしっかり見ることねえが、こうして見ると綺麗なもんじゃねえか。えい、あるし、てや、え、なんだ、こっちだ。私なら弱点をつけそうです。援護させてください。いや、と、てや、いくよ、出血だ。手加減したつもりなんだがね。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。隅々の森って散歩してるだけでいろんなものが見つかるから楽しいよね。ってのは目に見え、どこに行くんだ。よし、補充。作れるものが増えたみたい。同じ剣でもジュリオさんの使ってた剣とは全然違うな。ジュリオ？うん、すっごく強くてかっこいい騎士なんだ。騎士ですか。交友関係が広いのですね。改めて考えるとそうだね。いろんな人との出会いがあったからな。フリッツさんって剣士からは人形の構造を教えてもらったりもしたしね。剣士から人形の構造を。不思議な方もいたものですね。
でもそんないろんな人たちと出会ったおかげで、私も錬金術師としてすっごく成長できたんだ。なるほど。いろいろな専門家との出会いというのは、確かに錬金術の成長にも大きく影響しそうですね。いい話を聞けました。それじゃ、剣の材料が足りてるか確認してみよう。どの道具にしましょうか。ソフィー、頼みましたよ。うん、任された。どれを入れよう。うんうん、なるほど。まずはあれから。いや、それとも。まずはあれから。いや、それとも。うんうん、なるほど。うんうん、なるほど。悪くないかも。いいこと起こりそうな予感。うん、いい感じ。いいこと起こりそうな予感。うん、いい感じ。すごいのできちゃうかも。ここにしよう。ここにしよう。さて、どう料理しようかな。ここにしよう。いいこと起こりそうな予感。すごいのできちゃうかも。これはここ。うん、いい感じ。悪くないかも。と、こんな感じかな。パパッと仕上げちゃおう。これで完成。強度も切れ味も確認したし、あとの細かい部分は使ってみてからって感じかな。早くディーボルトさんに持ってってあげよう。どこに向かいますか。出発です。どの依頼を受けようかな。これな。ソフィーちゃん。あ、ちょうど持ってるかも。うん、これならすぐに報告できるね。報告。助かった。いらっしゃいませ、ソフィーさん。お食事ですか。
うん、カティさんにお願いしようと思ったんだけど。はあ、働きたくない。働かなくていい仕事あればすぐ転職するのに。本当、うちのマスターがすみません。すぐ用意しますので、座って待っていてください。お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。ありがとう。それじゃ、いただきます。お口に合いませんでしたか？あ、うん、美味しいんだけど、なんとなく物足りないような感じがして。そうですか、申し訳ありません。料理はまだまだ修行不足のようです。あ、カティさん。ソフィーちゃん、ちょっと一口もらうね。おー、なるほどね。お店に出すレベルには達してるけど、気持ち塩を多めにして調理する際の火力は強火で、それで一気に味が深まるはずよ。え？すぐ作り直してきます。ありがとうございます、カティさん。私の分もよろしく。はい、わかりました。頑張って美味しいの作りますね。さてと、ってわけだからさ、ソフィーちゃん、悪いけどもうしばらく待っててね。そこまでわかるなら自分で作った方がいいんじゃないですか？それは言わない約束よ。はあ、お腹空いたわ。どこに向かいますか？この世界って子供やお年寄りの人もいるよね。年齢に関係なく、エルビーラは気に入った人を誘っているようですからね。でもみんな家族ってわけじゃないんでしょ？そうだよ、みんな違う時代の違う場所から来た他人同士だからね。そんなのここにいる人たちは百も承知だから、みんな助け合って暮らしてるんだよ。子供が来た時は率先して面倒を見てくれる人もいるし、お年寄りの人もちゃんと安心して暮らしながら夢を叶える準備ができるようになってるんだよ。みんな夢は違えど、それを叶えたいという志は同じですからね。互いを支え合いながら己を高めていこうという気持ちなのでしょう。まあ自分の夢が叶うなら他はどうでもいいなんて考えの人は来れないと思うしね。エルビーラ様どころか誰からも気に入られるような人じゃないと思うし。そっか、夢を叶えるために一生懸命の優しい人たちが集まる世界、素敵だな。これで毎度あり？これでいい？これ毎度あり？これ毎度あり？これで毎度あり？これで毎度あり？これ毎度あり？これ毎度あり？また来てね。思いついたかも。いらっしゃい。何を買うんだい？
ひまりかばアイドどうも。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 また来てね。おっす。どれが欲しい？これでいい。ありがとうよ。これでいい。ありがとうよ。これでありがとうよ。これありがとうよ。これありがとうよ。これありがとうよ。おう、ま、思いついたかも。これでありがとうございます。これでありがとうございます。また来てください。どこに行こうかな。頑張ろう。あどこに向かいますか。よし行こう。錬金術に失敗しちゃって。失敗するとそんな煙出るの。ご近所さん大変だな。っていうかプラフタに怒られちゃうかも。アトリエの中すっごい煙くなってるしね。バレる前に換気した方が。成功してない。形にはなったけど作ろうと思ってたものじゃないの。こういう失敗作って捨てるの面倒なんだよね。なんてもったいないこと。捨てるくらいならこれ私にちょうだい。それは構わないけど本当にただの失敗作だろ。置物くらいにしか使えないと思うし。ソフィーさんにはそう見えるかもしれないけど私の目には掘り出し物に見えるんだよね。そうなんだ。もしかして他にも失敗作があるって言ったら欲しい？あるの？うん、捨てるのが面倒だから見えないところに隠してあるんだ。もらう。ぜひもらいます。私に全部ください。いいよいいよ、全部あげちゃう。置き場所がなくなりかけてたから助かったよ。ちょっと顔出しに来ただけですっごい掘り出し物に出会えちゃうなんて、商売の神様に感謝感謝。ソフィー、今後は溜め込まずにちゃんと捨ててください。道具作れるようになりましたよ。どの道具にしましょうか。材料を選びましょう。ふむ、理論的に考えた場合、まず
理論的に考えた場合、まずここにしましょう。これは期待できそうですね。ここにしましょう。これは期待できそうですね。これは期待できそうですね。ブラッタ、頑張ろう。面白いですね、アレット。素晴らしい。これは期待できそうですね。これでここにしましょう。これでしましょう。このようなでは仕上げましょう。完成です。どれを作りましょう。材料を選びましょう。ふむ、理論的に考えた場合、まず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 さて、どこから取り掛かりますか？さて、どこから取り掛かりますか？さあ、調合開始です。ここにしましょう。少々相談なのですが、これでいい調子です。これで素晴らしい。いい調子です。素晴らしい。予想以上の反応です。予想以上の反応です。興味深い。特性はどれ。これでいいです。最後まで気を抜かずに完成です。会心の出来。また腕が上がりました。どれを作りましょう。どの材料にしましょう。さて、どこから取り掛かりますか？どこから取り掛かりますか？さて、どこから取り掛かりますか？ふむ、理論的に考えた場合、まず
調合開始です。素晴らしい、これは期待できそうですね。いい調子です。予想以上の反応です。これで、これは期待できそうですね。素晴らしい、これは期待できそうですね。特性はこれでいいですか。最後のデッキを抜かず調合終了。また腕が上がりました。どの道具にしましょうか。ソフィー、頼みましたよ。うん、任された。
に向かいますか？頑張ろう！あこの剣は。どうですか？気になるところがあれば言ってください。いや、強度はもちろんだが、バランスがいい。まるで手に吸い付くような感覚だ。家事の参考にもなる素晴らしい剣だ。見事な仕事だ。ありがとう。いえ。でもリーボルトさんって自分で家事もやるんですか？いついかなる状況であろうと、最低限己の武器を手入れする技術は必要だからな。それに強い武器を作らねば奴を撃つことはできない。奴？黒い鱗を持つ竜。恐ろしく凶暴な魔物でな。もし奴を見かけるようなことがあれば教えてもらえると助かる。わかりました。見かけたらすぐに伝えますね。ありがとう。ところで、ソフィーは離れ離れになった家族を探しているのだったな。剣を作ってもらった礼と言ってはなんだが、私にもその手伝いをさせてもらえないか？本当ですか？すごく嬉しいです。期待に応えられるよう全力を尽くそう。早速なんですが、ラミゼルさんが受けていた魔物退治の依頼に付き合ってもらえませんか？もちろんだ。この剣の切れ味も確かめさせてもらうとしよう。ありがとうございます。それじゃあ一緒に湿地まで来てください。
何を覚えよう。なる高みへ。皆を守るために。どこに向かう？護衛は任せてくれ。力とは想像以上に強力なもののようだ。ソフィーさん、お待たせ。って、あれ？どうしてディーボルトさんもここに？ソフィーの手伝いをさせてもらうことにしたんだ。彼女は私の剣を作ってくれた恩人だからな。へえ、お前も一緒ならどんな相手でも怖くねえや。よろしく頼むぜ、相棒。ああ、共にソフィーを守る剣となろう。おお、男の友情だ。ちょっと暑苦しいけど頼りにしてますね。全員揃いましたし、向かいましょう。場所はアズラの桟橋と呼ばれる湿地です。